水野忠四つ法歴2年8月18日は、江戸時代の大名、三河国岡崎藩第6代藩主、忠本系水野屋7代、水野忠照の長男。性質は、本田忠義の娘。子は、水野忠夫、娘、娘。三河国岡崎出身。官位は、十五位下、大元物。陽名は長十郎。水野氏は、 幕府の養殖に就くことが多く、藩の財政は逼迫していた。そのため藩主となった中達は藩の財政再建に取り組んだ。倹約を徹底し、自らも衣服は木綿、食費は1日100分以内とした。こうした努力の結果、藩は豊かになり、俸禄の前尺を許可したり、藩主の借金を藩が肩代わりするまでになった。自信を持った中達は続いて、 反省の改革に取り組んだ。価格にかかわらず、能力のあるものを昇進させ、養殖につけたほか、年貢を減免し、農民にも慕われた。しかし、保守派がろうの妨害に遭い、改革が挫折すると、中達は焼けになり、勇興にふけるようになった。あまりの表変ぶりに心を痛めた、聖母、純正院は、度重なる、還元の末、ついに監視してしまう。 さらに自暴時期となった、中達は、遊女を見受けするなどし、ついに乱心として、法暦2年3月22日、家徳を、養子、中人に譲ることを余儀なくされた上で、幽閉されてしまう。中達の血統は、外村の水野忠光によって、除系で維持されることとなった。そのまま、座敷牢にて、同年8月18日に死去した。去年29、 方法は演学おもんみ鏡、大の寺シーン。墓所は茨城県結城市山川の番章寺。ありがとうございます。